神奈川県人権ケアセンターです。今回は特別ゲストとして、安堵町の池田忠治さんに出演いただきます。今回はですね、まあちょっと弁護士といろいろね、相談したこともあって、いろいろ制約はあるんですね、法律上の。まあそこを踏まえた上で、お話をしていこうかと思います。よろしくお願いします。で、今回ね、自転車のサイトだとかで、お話はしたんですけども、安堵町で、特殊産廃をめぐる住民訴訟というものがありまして、実は池田忠治さんが全面勝訴しました。それで、まあ、この裁判の内容について、説明していただきたいと思います。では、まず、特殊産廃というものは何なのかっていうことを説明していただけますでしょうか。特殊産廃とは、安堵町、町内で靴屋さんをやってる業者の、工場から出てくることについて、特殊廃棄物ということになります。はい。どんなふうに特殊なのかは想像していただくとして、うん、それについて補助金が出てたんですね。そうです。町からと、ほんで県の方からも合わせて360万ですか、年間出てた次第なんです。それについてですね、まあその裁判を起こされたわけですけども、うん、なぜこれについて町を訴えるということになったんでしょうか。刑事告発はうちの弁護士の先生にやってもらいました。刑事告発もしたんですね。はい、はいはい、頼らない部分が出てきたから、民事でうちの先生に無理言うてもうて、民事で今回の裁判したわけです。要はまあ補助金の不正支給というか、うん、まあ言ってみれば詐欺の疑いが強いことがあったっていうことですね。そうです。はい、行政訴訟をするにあたって最初に住民監査請求をしますよね。はい、はい、その住民監査請求っていうのはまあどういった内容だったんでしょうか。住民監査請求というのはとりあえず町と県に対して補助金の申請、はい、それについて資料を私ら安堵町と奈良県庁から取ったわけです。それの中で収集は誰がやってるとか、ほんで町内で一体どんだけの業者がおって、収集業者はどこで中間処理されて、どこで最終処分されてますかいうことを、まあ一括りにしたやつを開示請求で申したわけですわ。その結果、まあ、奈良県からも補助金が出てたんですよ。奈良県からも出てます、うん、で一応ただ、住民訴訟の対象になったのは安堵町ですね、そのうち。そうです、はい、うん、どういった不正があったんでしょうか。産業廃棄物いうことで申請は上がってるんですけど、調べたところ安堵町内の、靴工場屋さんはもうみんな休業してるいうことでして、休業しているのに申請は毎年されてて、それで毎年、はい、年間、県と町と合わせて360万でしたからな、はい、それが出てたわけですわ。毎月30万円ですね、うん、まあ、つまりその本来だったらこれは、うん、まあ、靴屋さんとかの産廃の処分に使われるお金なのに、うん、そもそもその靴屋さんが営業してないと、うん、産廃が出てない、そうです、出てないのに360万円年間出てると、うんうん、じゃあそのお金は一体どこに言ってるんだっていう話になるわけですね。そうです、まあ、不正な支出だからということで、うん、まあ、刑事告訴したっていうこともあったんですけども、うん、まあ、住民訴訟という形でも起こしたわけですね。そうです、はい、その住民訴訟の裁判の過程で、うん、安堵町の方はどんな説明をしてたんでしょうか。町の、議会の議事録とか、町の担当者からは参拝はないということだったんですけど、裁判の中で争っていった中では、いや、あるマニフェストもありますということで、裁判の中では資料出てきました。そこで食い違いがあるんですね。町議会の議事録を見ると産廃出てないっていう話になってるんですね、うん、産業廃棄物じゃなくて結局一般廃棄物扱いの品物っていうことですわ、はいはい、産業廃棄物と一般の廃棄物っていうのはまだ別なんですね。別です、はい、で本来だったらこの補助金は産業廃棄物の処理のためにされてると、うん、そうですただ少なくとも町議会の議事録では、うん、まあ、町議会で言われているのは、うん、まあ、この補助金について町議会で議論されてるんですね、うん、はい、その過程ではいや産廃は出てないと、一般の廃棄物しか出てない、うん、
で、一般の廃棄物っていうのは、まあ、補助金とは関係なしに申請が3倍、なおかつ靴工場が出る、はい、出る、はい、はい、比較の、下手とかそれですわな、はいはい、それに対して申請が上がってるのに、実際出てるのは、まあ、言うてみたら、はい、一般廃棄物いうことやから、まあ、コンビニのゴミとか、はい、食堂から出る生ゴミとか、はい、それに対して出てるわけです。そういうことで出てるわけです。だから、まあ、うん、特殊とかどうという以前に3倍ですらないということが、うん、そうです、出てるものが。そうです、はい、それはまた議事録宮部さんに渡しますね。そうですね、サイトに載せてますね。あとで判決文も載せますのでね、うんうん、でただ裁判の中では町の方は産廃を出してるっていうふうに言ったわけですね。うん、裁判の中では担当者、窓口担当者の人がそう言うわけですわ。はい、うん、で一応その町としてもじゃあその証拠を出すわけですね、うんうん、その証拠っていうのはまあどういったものなんでしょうか。いや、証拠を言うのはマニフェストですわな。マニフェストです、うん、はい、産業廃棄物やから、はい、ただね、この視聴者の方は産廃に詳しくないかもしれないので、うん、マニフェストってどういうものかっていうのを、まあ、簡単に説明していただきます。マニフェストというのは排出業者、はい、が仮にその工場やってあるとこから出るもの、はい、まあ、いろいろ産業廃棄物でも種類ありますねけど、はい、生ゴミとかじゃなくて、プラスチック類とか工場やって、製品とか作ったり加工するときに旗として出るやつはもう産業廃棄物になるわけですわ、はい、うん、それについて排出業者から行ってこういう表を作るわけですね、はい、でその中に排出業者、ほんで収集運搬業者、ほんでその後に中間処理業者あるいは最終処分業者っていうのを一連にして、ここのゴミはちゃんと処分しましたという処理を作らなきません、はい、産廃が出てるんであれば当然その産廃を処理したっていう証拠のマニフェストが存在するはずだっていうことなんです。そうです、排出者業者と、ほんで、はい、収集運搬業者、なおかつ中間処理業者、なおかつ最終処分業者いうのは、まあ、一枚一枚持ってるわけですわ、はい、それは県に報告せなあかんから、はい、ほんで県の方に開示請求で安堵町からこなして裁判で安堵町からゴミ出てますということで裁判の中で結果出ましたけど、このことについて県は報告ありましたかっていうことを県に開示請求したら一切出てないということ。つまりは安堵町はマニフェストがあるって言って出してるんだけども、うん、本来だったら同じものが県の方にも出てるはずなのに、それが県には出てないと、うん、関わってる人間みんな持ってなあかんわけですね、うん、説明せなあかんから、はいはい、とするとやっぱりそのマニフェスト自体も どのようなものだったんでしょうか。マニフェスト自体は、マニフェストというのは普通、まあ、行政となってたら、はい、書類に自分とこの屋号とか名前書くときには必ずもうパソコン打ちとか合民で押したるもんやねんけど、はい、排出業者のとこだけ手書きになってるわけです、はい、それとなおかつ安堵町いうのは工場ちゃいますわな、はい、産業何や作ってるとか工場違いますわな、安堵町いう町は、つまり安堵町が出したってことになってる、うん、そうそう、安堵町が排出者になってるわけです。本来だったらそこに何か具体的な業者名が入ってないといけないわけです。それやったら最初に言うてみたら靴工場屋さんの仮に池田商店っていうとこから産廃が出た場合は池田商店いうとこが一番最初に排出業者いうことで書かなきまえね。それが、あ、じゃあすっかりダメ、安堵町役場になってる。安堵町役場がゴミを出したっていう形になってる。そう。ほんで安堵町役場っていうのは、何も言うけど、産業でも工場してるわけでも産業してるわけで、はい、ただの行政やねんから、産業廃棄物は出ることはありません。まあ、そうですね。役場が出してるっていうのはおかしいです。だから、結局それ、当然裁判官も見たらおかしいっていう話になりますよね。裁判官から見ても。そうですね。これは俺らが言うたこと違いますね。向こうから出してきた、はい、はい、マニフェストですね。当然もう裁判の過程で、これもう裁判官としてはもうこれは信用できないなっていうことが
もうありありだったんでしょう、裁判官の対応。まあ普通に考えてそうですね、はいはい、うん、裁判長って言うても結局ゴミのことでみんな詳しいないと思いますね、はいはい、私もそうやねんけど、はい、ゴミのことで詳しいないことないとは思うんですけどね、普通常識からしたらそういうことですね、はい、なんか、はい、工場、産業廃棄物、産業をすることに伴って出るゴミのことを産業廃棄物って言いますね。はい、え安藤町を言うたら、これ別に工場でも何でも使えませんやんか。ただの行政ですやんか。はい、そっから参拝って出るいうことはありえへん。だからもうそれが出た時点でもう安藤町の町側の旗色が悪いですよね。そうです、そうです。だからもうマニフェスト、まあ、偽造というふうに断言できるかともかとして、まあ裁判所としてはもうこれは信用に値しないなと、不審だっていうふうに考えたんでしょうね。うん、と思いますけどね。で、まあ、裁判として当然あの判決が出される。それにあの、はい、判決文の後に資料いうことで、ゴミの種類いうの、あの、ご丁寧に裁判長がつけてくれてますわ。ああ産業廃棄物というのはこういうもんですと、はい、いうことで、あのまた後で宮部さん流してくれてよろしいですけどね、ご丁寧に裁判長は産業廃棄物のゴミの種類いうことで、はい、ちゃんと表をくれてますわ。だからその産業廃棄物のゴミに該当する技術もないっていうことでしたっけ。あれ出てたのはコンクリート柄とか木くずとかですよね。はい、あ、はい、で、あの、私、詳し、あの、私の、まあ、あの、ゴミのことでいろいろ相談乗って、持てる人に聞きましたら、あの、比較製品、靴の、あの、靴工場が出る革とかは、プラスチックの許可なかったら飽きませんって、はい、あ、はい、あれはプラスチックいうことに分類されるわけで、はい、で、っていう意味で、あのマニフェストを見たら、コンクリート柄に木くず、はいはい、とか出たら別にプラスチック柄違いますやん。そうです。だから全然関係ないものが出てたっていうことですね。そうそうです、そうです。ゴミの種類として。そうです。まあ、ただ今回の件、本来だったらもうそこまで旗色が悪くなったら、うん、もう町の側が裁判を終わらすこともできたんですよね。うん。で、最後に2回目、3回目の、裁判の中で私も行きましたけどね。はい、裁判長が、あの、こんだけ証拠揃ってんねんから、決心しちゃったらどうですかいうことを町の、なんだ、顧問弁護士に3回と問い合わせしちゃいました、うん、まあ、決心というよりはあれですよね、まあ、お金払って終わらせると。そうですね、決心いうことはそういうことですね。そうです、あの、うん、結局その、まあ、300何十万円のうちね、住民監査請求の期間がの問題があって200何十万円くらいがその対象だったんですよね、うんうん、はいはい、だから200何十万町がまあ、その払ってしまえば、うん、ま、間違っていうか町長ですよね。そうです、町長が町にその200何十万納めれば、うん、もうこの裁判続ける理由がなくなるので、うん、結局判決出さずに本来はもう却下で終わってたはずなんですよね。そうです、そうです、それが判決まで行くことになったと、うんうん、でこれはね、まあ、弁護士さんも不思議がってたんですけども、うん、まあ、でも一番あり得るのはその安堵町の役場がちょっと統制を取れて、うん、なかったんじゃないかと、うん、本来だったら町長がリーダーシップを取ってもうお金払って終わらせろっていうふうに言えばよかったんだけども、うん、町としてそういう対応をする能力がなかったというか、でそのことについて窓口担当者の人に私は聞きまして、はい、あんたこの安堵町何々組合の、組合長の何々と会ったことはあんのかと、はい、聞いたら一切会ってませんと。ほんで今回このことについて、これマニフェスト出てるけど、安堵町から言うことで出てるけど、あんたこれ知ってんのかいだ、一切知りません、はい、で窓口担当者はそう言うてんのに、裁判の中ではマニフェスト出てくるわけですわ、はい、だから何が本場や分からへん。あ、で、ま、町の職員が言ってることと裁判での対応っていうのは食い違ってる。食い違ってます、はい、まあ、先ほどの議事録とも食い違ってますよね。そうです、はい、それで、まあ、実は判決が確定したのが1月31日でした、ね、31日ですね。そうですね、うん、結局ね、町側は控訴しないで、うん、もう地裁の判決が確定したっていう状態になってまして、うんうんうん、で実は私が今日、今とこの動画を撮ってる今日なんですけども、うん、町役場に行って聞いてみたんですね。そしたらもう、判決の通りにいたしますと、うん、西本町長に200何十万を請求して、うん、で、まあ、西本町長もそれを支払うでしょうと、うん、ただそれ以上のことについては何も決まってないという、だから
当然その一応形としては西本町長がお金を払うという形になるんですけども、まあ、実際やってたのは町の職員の誰かですよね、うんうん、じゃあその人の責任はどうなるんですかって言ったら、まあ、処分するかどうか全く何も決まってないということなんですよね、うんうん、で、まあ、事実としてあの会記録を見ると、うん、ふれあい人権センターがその組合の通帳を管理してるってことになってるんですよね。うん、もうこれはもう、あの、議事録で分かってる事実なんだけど。うんうん、だったら、その、まあ、ふれあい人権センター、まあ、そこは町の施設なんで、うん、当然、そのお金の流れっていうのは、そこが知ってるし、そのあたりの職員も関わってるんじゃないかってことに、当然なるわけだけども、うん、そのあたりについて、じゃあ町がちゃんと調査するのか、うん、職員を処分するのかっていうことに関しては、決まってないと。うん、まあ、そういった状況です。まあ、これと並行してですね、刑事裁判というか、刑事訴訟、まあ、そうです。最初、あの、刑事告発の方からさっきありました。はい、あの、もう先生に、あの、名誉毀損で訴えられるから、やめといてくれって断られたんで、ここでははっきり言いませんけど、最初に私どもで、あの、犯人は突き詰めしまして、あの、はい、県警の方には言いました。はい、そのことについて、まあ、あの、警察は捕まえてくれると思ってましたんけど、あ、結局は不起訴になったわけです。はい、うん、まあ、不起訴っていうのも嫌疑不十分です。嫌疑不十分でね、はい、うん、だからただ、まあ、実際池田さんの感触としてはもう本来だったらこれは警察はもう誰が悪いのかって分かってるはずだった。分かってます、うん、それにもかかわらず不起訴になって、うん、ただまあみんな私は、はい、あの、真実してるから言いたいんですけどね、あの、皆さん、あの、僕の弁護士から、それを言うと、あの、名誉毀損で訴えられるいうことで、今日二人聞いてきましたんで。そうなんですよ。今日弁護士あってですね、どこのラインまでやっていいか、本当はね、もっとね、ギリギリのラインで、攻めたラインで書いて、あの、動画作ってたんですけど。そのぶっちゃけの動画は私ら作りましたや、うん。じゃあね、けど、うちの先生がこれ言うてしもたら、事実であったって、そのこと言うたらあかんいうことで。結局ですね、まあ、あの裁判、あの、皆さんが知ってるあの裁判のこともあってですね、うん、まあ、結局、あの弁護士の先生の方も結構まあ高齢な方でね、一人でやってるので、まあ、あの団体から集団で訴えられるとかなるとかなり面倒なことになるので、まあ、やるとしたら、まあ、私は別にもう今更の話なんで、まあ、詳しいことは事件者のサイト見ていただければいいとは思うんですけど、まあ、ここでお話できるのはそういったところなんですね。それと、今月、あの、後で宮部さんに判決文見てもらうこともあるんですけど、警察の権利不十分ということで結果出ましてんけど、判決うちが、あの、この契約うちは、あの、まあ、不正いうことで判決出たんで、はい、そのことについて、一つ、あの、もう一回、あの、なんだ、検察審査会ですね。検察審議会に、あの、はい、うちの先生に行ってもらえる案件一つ出ましたんで、そのことはもう今日、はい、お願いしてきましたね。そうです。その、これから、あの、後日、また、そのことで、やり直しの、はい、そうですね。あれは、今日頼んできました。はい。なので、うん、まあ、今後、それによって何かしら展開はあるかもしれないです。まあ、事実として分かっていることは、その、具体的に誰が犯罪をやった、まあ、うん、検察としては、容疑としては、背任ですよね。うん、背任っていうのは、つまり、まあ、内部の人が何かしら、うん、あの、悪いことをやったっていうことに、うんうん、なって、まあ、それに関しては、権利不十分ということになってるんだけども、うん、ただ事実として、この行政訴訟の方では、うん、まあ、その役場の誰かが違法行為をしたっていう、まあ、形式的には西本町長ということにはなっているんだけども、うん、まあ、実際にその現場で何か悪いことをしたのは、うん、まあ、町役場の誰かになるっていうことで、うん、当然、その違法行為をしているとすれば、背任という疑いは、うん、あの、強いんですよね。まあ、背任という具体的な罪名になるかどうか分かんないけど、とにかくその、行政訴訟の結果では、町の誰かが違法行為をしたっていうことは、まあ、間違いないわけです。うん、はい。それと、あの、宮部さんとこの、あの、前、速報、安堵庁投稿をここで立てて、誰かコメントくれてましたけど、結局誰がお金を懐に入れたんかいうことを言うてくれてた、YouTube 見てくれてた人いてますけど、うん、あとはそこの部分は残ってますということです、うん、まあ、誰かということも、まあ、知ってますねんで、誰かいうことは知ってますねんで、知ってますねんけど、なんだ、この世の中っていうのは、相手が何も悪うても、名誉毀損で訴えられるっていうことがあるから、私ら今日、
黙って帰ってきまして、はい、ただまあこれで終わりではないということで、うん、検察審査会があるのでまた何かあるかもしれないということなわけですね。そうです、はい、ということで、まあでもただあの住民訴訟の結果は全面勝訴ですから、うんうん、これについても全然どこのメディアも取り上げないですね、うん、一応なんか取材してきた新聞社はあるんですね。取材してきた当初は、はい、うん、裁判するまでは奈良新聞につながりあったから奈良新聞にあの聞いてもらいましたけどね、はい、うん、うち刑事告発する前ぐらいからもうちょっと連絡取れになったわけですわ、うん、まあ、これがねどっかの市民団体がわーっとやったなら取り上げられてる可能性もあるんだけども、うん、まあその一町民がやってもなかなか取り上げられないので、まあでも YouTube ならできるので、うんうん、こうやってご報告してるという状態になります、うん、まあ、今からでも遅くはないの、まあでも逮捕者が出たらさすがに報じるとは思うんですよね、うん、新聞も。ただその行政訴訟で、まあ、であの全面勝訴しても、うん、まあ、新聞テレビの扱いってはこういうものだっていうことなわけです。またあの引き続きあの続編あると思いますので、またそれ楽しみにしてください。はい、ではどうもありがとうございました。うん。